この日の検定試験でライオスとウンベールはこれまでにない高順位へと上り詰めた。型の演武、共感相手の剣術試合、そのどちらでも俺とユージオンに拮抗したのだ。あいつらがあんな実力を隠してたなんてね。今後は注意した方がいいな。ただのバカないじめっ子ってわけじゃなかったってことだ。なんだか理解できないよ。だって彼らがまともに練習している光景も見たことないし、一体なぜそんなに強いんだ。あの方を見て感じなかったか。え、古代な自尊心だよ。自分は貴族で誰よりも偉いから誰にも負けると思っていないんだ。自尊心、あいつらは確かに自尊心の塊だ。でもそれを強さに変えられたらたまったものじゃないよ。やっぱり思った通りだった。奴らおそらくこれまで手抜きをしてたんだよ。でもなんで手抜きなんてする必要があったんだろう。あいつらが上級修験士の先輩に頭を下げて身の回りの世話をしたりする光景、思い浮かぶか。全然。そうか、そば好きになって人の世話をしたりするのが嫌だからわざわざ入学試験では手抜きしたってこと。でもその後はなんで。あくまで推測だけど、学年最後の進級試験でだけ勝てばいいって思っていれば普段は手を抜くだろう。そして今日本気を出したのは目の前で俺と友情が見ていたからだろう。するなよ。奴らに勝つ方法ならあるぜ。勝つ方法？この世界では剣に何を込めるかが重要なんだ。剣に何を込めるか。あ、自分が誇れる何かだよ。それが奴らにとっては古代な自尊心なわけだけど、友情にだって込めるものがあるだろ。難しいな。だって僕はまだまだ剣士としては未熟だ。修練は重ねているけどすぐには思いつかないよ。ああ、それでもお前の剣に込めるべきものはお前が見つけなきゃいけない。友情にもいつか見つかるさ。俺が保証するよ。うん、だといいな。ねえ。なあ。うん？つまり。だけど、そっか。そういえば、うん？あのね、それで。だけど、なあ、うん、それで。
でも。ユージは。そうだ。キリト？なあ。え？うん？よし。おめでとう。もしかして それで。大丈夫だよ。ありがとうね。いいね。大切にするよ。ああ。あのさ。でも、つまり、ユージは、うん、キリト、大丈夫だよ。さあ、それは、ああ、なあ、ダメだ。頼む。
メディナ。どうして俺たちが北セントリア定律修験学院に入ってもうじき1年が経とうとしていた。お前に稽古をつけるのもこれで最後なのだな。ええ、最後だからこそ一つ聞かせてほしい。何ですか？キリト、お前のアインクラッド流にはまだ私にも見せていない先があるな。アインクラッド流の先、おそらく上位ソードスキルのことだろう。だが訓練用の勃拳の優先度では発動することができない。私は幾度も考えた。一体なぜお前は私と同じ独自流派の使い手でありながら一点の迷いも持たないのかと。そしてあることに思い立ったのだ。お前のその揺るぎない強さ、そして自信の理由、それはお前が秘めたる力の中にあるのではないかな。私はただ見たい、いや知りたいのだ。この学院を卒業する前にお前という剣士の全てをな。わかりました。近々必ずリーナ・アインクラッド流のさらなる飛行機を。ありがとうキリト。それでは始めようか。今日は一年の総ざらいだ。そのつもりで来い。ありがとうございました。お疲れ様キリト。本当にお前は成長したな。まだまだです。謙遜するな。これまで私が世辞を言ったことがあったか？あ、いえ、リーナ先輩はいつも本音で俺に指導してくれました。分かっているじゃないか。妙でな、お前の成長を嬉しく思う反面、少し寂しいような気持ちもある。リーナ先輩、稽古はこれで最後だ。だがお前にはあともう少し私のそば好きとして働いてもらうことになる。最後までよろしく頼むぞキリト。こちらこそ、最後まで厳しいご指導よろしくお願いしますリーナ先輩。いいのか？それでは稽古終了と言ったが、今から素振り100回だ。そこまでの厳しさはちょっと。冗談はほどほどにしておこう。だがキリト、お前とユージオに頼みたいことがある。課外授業の依頼がまた来ていてな。何でもまた貴族の狩猟地で獣が発生しているらしい。わかりました、友情に話してみます。ああよろしく頼むぞ。よう友情、いないと思ったら水やりしてくれてたのか。うん、誰かさんはうっかり忘れてるんじゃないかと思ったからね。ありがとう。それにしても随分育ったね。もうつぼみが膨らんできているじゃないか。ここまでに3回失敗してるからな。今度こそ咲いてくれるといいけど。半年間一緒にこの花を育ててきたけど、キリトにこういう趣味があったとはね。ああ、俺も意外だよ。前にも思ったんだけど、もしかしたら記憶が戻る前兆なのかもしれないね。ルーリットに現れる前のキリトは自宅で花を育てていたとか。
あるいはそういう天職だったのかも。どうだろうな。植物の知識は何もないけど。ねえキリト、どうした？キリト、もし記憶が全部戻ったらどうするんだい？ん？どうするって？だってさ、キリトがこの学院で修験士を、最終的には聖号騎士を目指しているのは僕の目的に付き合ってくれてるからだろ。アリスを探すっていう。でも記憶が戻って生まれた町のことを思い出したら、たとえ記憶が戻っても俺は帰らないよ。俺は元いた場所では剣士だった。それだけは確かだと思う。花を育てる趣味があってもな。剣士なら王都の四帝国統一大会を目指すのは当たり前だろ。キリト、ば、弱い人間なんだ。ギガスシダーの下でキリトと出会わなければ、今もまだ毎日一人で斧を振るってたと思う。天職を言い訳にして本気で村を出ようともせず、いつかはアリスのことも忘れ、ザッカリアで衛兵隊に入れたのも、セントリアで修剣学院の試験を受けられたのも、キリトが僕を引っ張ってくれたおかげなんだ。だからせめてこの学院を卒業するまでにはキリトと同じくらい強くならなきゃって。それなのに記憶が戻っても帰らないと言ってくれたことに、僕は今すごくホッとしてるんだ。前にも聞こうと思ったんだけど、その時はもし君がいつか帰ると答えてしまうのが怖くて聞けなくて。あのな、言っておくけど、俺だって一人じゃとても王都までは来られなかったんだからな。俺たちが今この学院にいられるのは二人だったからだよ。これ二人で力を合わせなきゃ、上級貴族の若様だの帝国騎士団の精鋭にはとても勝てないぞ。一人で頑張ろうなんて考えるのは聖護騎士になってからでも遅くないだろ。ああ、そうだね。僕らは二人でここまで来たんだから、二人であの白い塔を登るんだ。そうさ。で、ユージョ、一つ頼み事があるんだけど。早速二人で力を合わせるってわけだね。なんだい？近々、青バラの剣を貸してくれないか。リーナ先輩と約束したんだ。最後に一度だけ本気の剣を見せるって。できれば課外授業で実践を行う時にその剣を見てもらいたいんだ。なるほどね。キリト、忘れたのかい？明日はあの日じゃないか。僕をそのために呼びに来たんだと思っていたんだけど。え？何の日だっけ？ほら、あんなに楽しみにしてたのに。ん？あ、あ、そうか、あれが出来上がる日か。あい、どうする？青バラの剣を使うか、それとも。いや、俺の剣を使うよ。よいしょ、取りに行くのに付き合ってくれ。もちろんだよ、キリト。キリト、来てくれたか。大した用ではないのだが、お前に渡したいものがあってな。ん？何ですか？いい匂いが。安息日なので少しだけ実家に帰省していたのだ。これは家の近くにある菓子店のパイだ。お前が好きなのではないかと思ったのでな。実家に帰るのは久しぶりだったんじゃないですか？ああ、父から一度顔を見せろと手紙が来たので帰ったが、やはり父が私に望むことはただ一つだ。
私がこの学院を首席で卒業し、皇帝陛下の御前試合でも優勝し、セルルト家の名誉を回復すること、そしてそれによって我がセルルト家が皇帝陛下からハイノルキア流伝承の許しを得ることだ。ではこれまで受け継いできたセルルト流は？矛盾している、そう思うだろう。仮に私が父の期待に応え、皇帝陛下からハイノルキア流伝承の許しを得られたとして、その時我が一族はセルルト流を捨てるのか。私は幼少の頃からセルルト流の伝承者として剣の腕を鍛えてきた。それを捨てることになるとすれば、今まで私が持っていた誇りとは一体何だったのか。先輩、私はこの学院に入学する以前から胸の奥底にずっとそんな迷いを抱え続けていた。2年間、ついに一度もウォロを凌駕しえなかったのは、もしかしたらその迷いゆえのことかもしれないな。ウォロ・リーヴァンテイン、今年度不動の首席上級修験士だ。二等杓子家の跡取りにして恐るべき剛健の持ち主。でもリーヴァンテイン殿と先輩の実力は伯仲しているように見えます。正直に言おう、私はあやつの天山烈波の構えに相対するとすくんでしまうのだ。どれほど修練してもあの剛健を受け切れるという確信を我が身に宿すことはできない。初等練士の頃から、いや入学試験で初めて奴の剣を見た時からずっとそうだった。やはりそうか。二人の間にあるのはイメージ力。この世界における自らの意志による自称書き換えの力だ。それは自信の強さ、大きさとも言えるだろう。自分の剣技、流派に対する絶対の自信が強固なイメージを導き、そのイメージが恐るべき威力の一撃を実現する。リーナ先輩は自分の剣技にわずかな迷いと引け目のようなものを抱いている。だからこそ絶対的自信を持つウォロの剣に押し切られてしまうというのか。誰よりも長い時間先輩は厳しい修練を積み重ねてきました。その事実があっても確信を宿すにはまだ足りないんですか？ああ、どうやら足りなかったらしい。セルルト流を修練すればするほど私は考えてしまうのだ。もし勃剣の試合ではなく剛剣による実戦なら、もし無知や短剣の使用が認められていたら、そんな言い訳をしている限り私は決してウォロの剣を受けられまい。だがお前は違う、キリト。同じように独自流派の使い手でありながら、お前は正統流派の者たちにまるで引け目を感じていない。だからこそお前の剣は強いのかもしれんな。リーナ先輩は必ず卒業試合でリーヴァンテイン殿に勝つことができます。試合までまだ時間はあるし、やってみなきゃわからないじゃないですか。そうだな。お前の剣に惹かれてお前をそば好きにしたが、私の選択は正しかったよ。お前のその気質も私を時に励ましてくれた。いえ、ありがとうございます。ああ